どうも、カズドリのおかずです。今回は少し前にショート動画で出した V 字ターンについて解説していきたいと思います。まずやり方の説明をして、次に意識してほしいポイント、最後に実際のゲームで使った映像をお送りしたいと思います。それでは早速行ってみよう。ということで、まずは技のやり方を解説していきます。最初に利き足を交差させて逆足側でボールを持ちます。そこから一度ボールを引いてから前に出していきます。この時ボールは真後ろではなく斜め後ろに引きましょう。それでは次に相手をかわすために意識してほしいポイント、一つ目は軸足を踏み替える。ボールを引くと同時にケンケンの要領で軸足をスライドさせます。こうすることでステップしない時よりも地面を強く蹴ることができ、よりスムーズな移動が可能になります。次にポイントには技に入る前の体の向き、一度右に行くように見せかける必要があります。なぜかというと、前回の体の向き講座でもお話ししましたが、基本的にディフェンスは切り返したタイミングでボールが足から離れるので、そこを狙ってくる可能性が非常に高いです。だからこそ一度切り返したと思わせて、ディフェンスがボールに食いついたタイミングで V 字ターンを行っていきます。そうすることでより幅の広い V 字ターンが行えます。ということで、最後にゲーム中実際に使ってみた映像を見ていただきます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。 V 字ターン講座でした。サッカーでしたらボランチでかなり使えるスキルだと思うので、ぜひ練習してみてください。その際は意識してほしいポイント2つを忘れずに。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画がためになったと思ったら高評価よろしくお願いします。いろいろな動画も上げているのでチャンネル登録も忘れずに。